跡だな。他に城を出た者はいない。エスケルはここで野営した。しばらく泊まるつもりだったようだ。岩か、足跡はここまでだ。やれやれ、匂いを追うか。エスケルのは無理だが、ヤギがいる。匂いのついた何かが必要だな。木のクズ、エスケルのヤギが木に体をこすりつけたか。ヤギの毛の塊か。ひどい匂いだな。エスケルの足跡だ。見つけたぞ。誰かが杭につないだようだな。どうやらフォークテイルの餌はウィッチャーにも効果があるみたいだ。フォークテイルには次のような罠を仕掛けよう。地面に杭を打ち、そこにヤギをつなぎ、急いで近くの植え込みに隠れる。ブラザー・アダルバートの怪物図鑑82ページ。記憶が完全に戻ったか。その年にしてはやるじゃないか。年は変わらんだろう。俺が白髪だからそう感じるだけだ。また会えて嬉しいよ。俺もだ。調子はどうだ？相変わらずだ。ドラウナ相手の毎日さ。それだけか？俺はあんたと違って普通のウィッチャーだ。ドラゴンと戦ったり、王に仕えたり、女魔術師と寝たりはしないさ。今後は女魔術師と寝るだけにするよ。それが一番楽しい部分だろうが、同時に危険な部分でもあるぞ。聞こえるか？来るぞ。かなりの出血だ。動脈からだ。血の色が薄い。あまり遠くへは飛べないな。馬から離れて平気か？フォークテイルの餌食になるかもしれんぞ。スコーピオンは軍馬だ。ケイドウェンの純血種だぞ。手に入れたいきさつを話したっけか？いや、聞いてないな。一度迷った騎士を助けた。暗い森に狼。よくある話だ。騎士にここに降りたか。優雅な着地ではないな。後を見ろ。翼を折ったようだ。置いた面取りがクワクワ柵に向かって巣に飛んでいったらしい。そう、もう逃げられないってことだ。決着をつける。髄液を採取してここを出よう。
背中を切れ。頭蓋骨のすぐ下だ。なぜこれが必要か言ってたが。知らないのか。あんたはそれでいいのか。ああ、彼女を信じてる。人は過ちから学ぶというが。なんだって。なんでもない。イエネファーに不満でもあるのか。はっきり言ったらどうだ。お前こそ認めろ。彼女に騙されたと。それも何回も。過去のことだ。今は違う。ああ、そうか。まあいいさ。行こう。そうだ、ちょっと競争しないか。ローチかスコーピオン、どっちが早いと思う？それに俺とお前のどっちの腕が上だろうな。勝負にならん。ヨレヨレの豚に乗っても勝てる。だが受けて立とう。ヨレヨレの豚はお前だ。ケイア・モルヘンがゴールだ。やっとか。遅かったな。クラが滑って。下手くそな踊り子ほど靴のせいにするものだ。下手くそな踊り子はお前の方だろ。だが乗馬の腕は認めてやろう。別に賭けをしてたわけじゃないが、何か受け取ってくれ。そう言うなら。ほら、賢く使えよ。